はい、どうも、マイクロモビリティ研究所の須藤です。サオリンです。今回の企画は何ですか、須藤さん。はい、今回の企画は電動キックボードがなくなるかも。かも？なくなるかも。え、どういうことですか、須藤さん。え、待ってください、ってことはこのチャンネルなくなるってことですか。やばないですか。え、まあまあまあ、まあ、やばいやばい、どうしよう。まあそんな焦んないで、ちょっと順を追って説明しますか。早く。はい。一つ目が電動キックボードをはじめ特定小型原付の利用者の実態がひどすぎるというお話です。二つ目が原付、今でいう一般原付ですね、これの規制の歴史、まあ、この話が特定小型原付が今後なくなるかもしれないという話につながってきます。で、3つ目がこれがですね、その特定小型原付をなくさないために、うん、私須藤がですね、斬新なアイデアをここで出していきたいと思います。持ってきたんですか。持ってきました。では早速やっていきましょう。やっていきましょう。まず一つ目が特定小型原付の利用者の実態がひどすぎるですよね。はい、これはですね、私が X の検索で電動キックボード検索してたんですね、はい、まあ、本業をそっちのけで見てたわけです。それはどうかと思います。仕事してください。で、もう検索してたら、はい、出るわ出るわ、この電動キックボード危ない、まあ、これがですね、すごい出てきたんですね、うん、実態として守れてない人ほんまに多いですもんね。そうなんですよ。歩道20キロで走ったり、おる、はい、おるおる、まあ、そういう人がですね、うん、まあ、いっぱいいるということがですね、危ない人がほんまに多いんですよね。はい、うん、で、そうなんですよ。で、その X で検索してたら、まあ、こういう記事が出てきまして、はい、免許不要から1年、うん、電動キックボードは今どうなった、はい、こういった記事が出てきたんですね。どんな内容だったんですか。これはですね、8月の上旬に電動キックボードの取り締まりが多い渋谷区の明治通りで午後2時間の実態調査をしたんですね、うん、やっぱり東京が一番普及してますもんね。そうですね、ループのポート数にしても、うん、大阪で1100件、東京で4700件と4倍以上の差があるんですよ。やっぱり東京の方が4倍以上、なんか全然違いますね、うんうん、この調査の中で電動キックボードが61台通ったんですね、うん、でそのうち違反していたのが26台、うん、え、特に違反がなかったのが35台ということで、うん、40% の人が違反をしているっていう実態が分かったんですよ。違反率やばないですか。慣れちゃってると言いますか、うん、まあ、それが当たり前になっちゃってるっていうのが、うん、この違反率の高さにつながってるかなとは思いますね。そうですよね、うん、正しいルールを知らないからっていうのもありますよね、うん、で、こういう状態が続くと、うん、世間はこう許さないわけですよね、はい、で過去の動画でも取り上げましたけども、今の原付一種が歩んできた歴史を見てみますと、2つ目の原付の規制と歴史ですね。そうです、うん、昔は免許不要で届け出制だったんですよ、はい、で15歳以上であれば乗ることができたんですね、うん、これが1960年の道路取締法が道路交通法に変わりまして、免許を取るために試験を受けてそれに合格しないと乗れなくなったんですね。なるほど、そういう社会情勢的な変化もあって免許を取るシステムに変わったんですね。そういうことですね。やっぱり安全に乗るためには、うん、試験に合格した人だけ行動に送り出そうという、うん、まあ、こういう流れがあったんですね、うんうん、ヘルメットに関しても努力義務であっても必須であってもですね、こう安全面から考えたら被った方がいいとは思うんですけども、昔はですね、1986年まではヘルメットを被らなくても罰則はなかったんですね。え、そんな最近まで。そうです。マジですか。まあ、今だと考えられないですよね。考えられないですね。これも、まあ、当時の人がですね、うん、はい、まあ、事故を起こした時のために、まあ、ヘルメットは
これ必要じゃないですかっていうふうになって、うん、こうヘルメットは被らないといけないと、うん、まあ、いう流れになったんですね、はい、こう世間の風潮的に、うん、まあ、こういう流れでこの免許が、まあ、届け制のものから試験を受けてそれに合格しないと乗れない免許制になったり、うん、ヘルメットも必ず被らないといけない、うん、まあ、こういう歴史の流れがあるんですね、うんうん、なので特定小型原付もこういった流れと同じ流れで変わっていくんじゃないかなということですね。でもですよね、免許が必要で、まあ、ヘルメットかぶってなかったら罰則っていうのがついてしまったら、うん、せっかく特定小型原付で新しい区分ができたのに結局原付一種と同じになってしまいますよね、うん、そしたら、まあ、16歳以上やったら免許なくても乗れるっていうのでやっぱりこう免許を返納した高齢者の方々やったり若い人が通学とかに乗れるっていう部分もなくなってしまいますし、そもそも免許持てない人が乗れるっていう部分で新しいシステムでメリットになってたっていうのが変わっちゃうっていうのはすごい違うなって思いますよね。そうなんですよ、うん、なので未来のユーザーのために、うん、今我々一人一人がですね、うん、しっかりとルールを守って安全に運用していくっていう必要性があるということですね。そうですね、この楽しい乗り物を知ってもらう機会が減ってしまうなんてめちゃくちゃ悲しいですからね、うん、悲しい。こう自動で動くって、うん、やっぱ便利ですからね本当に、はい、いやほんまに便利で、うん、私も特定小型原付このチャンネルで初めて乗ったんですけどめちゃめちゃ楽しい。楽しいだけじゃなくってこんな便利な乗り物があったんやって知らんかったのがもったいないなと思いましたもん。はい、ではここから特定小型原付がなくならないための須藤さんの斬新なアイデアが聞けるんですね。いや斬新かどうかわかんないけどね。聞け岸田ですねいやこの動画が出ること総裁変わってるからまあまあまあ、つまりどういうアイデアなんでしょうか。それはズバリですね、歩道モードをなくせということです。いやだから何それそのまま斬新じゃないですけども、ちょっと待って聞いてください。電動キックボードの実態調査あったじゃないですか、うん、でそのうち違反してた人が 40% なんですけども、うん、そのうち3分の1が歩道走行に関する違反だったんですね。確かに多いですよね。多いです、うん、でこのメディアもですね、この特定小型原付、まあ、電動キックボードに対しての、まあ、喧伝で歩道も走れます、免許不要で走りますっていうのがもうイメージとしてついちゃってると思うんですよ。あ、そういうのを売りにしてるメーカーもたまにあるんですよ。やっぱそれを見てると、あ、歩道走れちゃうんだってそこだけを勘違いをしちゃう人って絶対多いんですよね。そうなんですね。そうですよ、本来ってその特定小型原付の最高速度表示灯が点滅してる状態の6キロモードっていう状態で歩道をゆっくり安全な速度で走ることができるっていうのが条件なんですよね。そうですね、うん、本当にこう限られた条件でしか歩道っていうのは走れないんですけども、うん、そのイメージがちょっと先行している部分があるんで、うん、もうそんな分かりにくいものだったらもういっそのことを歩道走行 NG ってした方が分かりやすいかなっていうのが私の提言なんですよ。そうしてくれてるのが分かりやすいといえば確かにはっきりして分かりやすいかもしれないんですと、うんうん、そうでしょ。走るところは原付一種と同じとかの方が分かりやすいじゃないですか。確かに今の現状のルールだと路側帯は歩道モードでなら OK とか、うん、歩行者専用の歩道は歩道モードでも NG とか、うん、むちゃくちゃややこしくないですか。まあ、ややこしいですよね、うん、今来ててそうやったら歩道モードなくすも分かりやすくてありかなと思います、うん、ありでしょ、うん、あとはこのルールに沿ってというか現状のルールを変えなくてもですね、うん、警察がしっかり取り締まることが私は大事だと思います。そうですね、その場合は前にね青切符切ってもらって、うん、でもそこを抑止力になってもらうしかないですよね。そうですね、自転車の青切符も2026年から始まりますから自転車も特定小型原付もしっかりとルール守ってもらう必要がありますね。もうそれでね、安全守ってもらう人が少しでも増えて絶対にこうマイクロモビリティなくならないようにしたいですよね。本当にそうですよ、はい、守っていかないといけません。はい、ということで今回は電動キックボードがなくなるかもだったんですが、須藤さん今回はありがたい提言をいただきましていや思ってないでしょ、ありがたいでしょ。いやね、歩道もなくなるかもというありがたい提言をいただきましていやいやいや、いじんなくていいよそこいや、いじんない
ですよ、はい、でも本当にいい案やと思います。歩道ボードなくすってことで、うん、もう分かりやすくなる、そう、私 ね、分かりやすいのが好きなんです、まあ、皆さんにも私はぜひ意見を聞いてみたいと思うんで、うん、コメント欄にねこういうのあればもっと良くなるんじゃないかなっていうのあったら教えてください。はい、はい、よろしくお願いします。ということでこの動画が面白かったなって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね、またね。さあ今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。